はい、皆さんこんにちは。SD ミンズのマサです。今回ご紹介するやつはこちら、じゃん、金色のやつ。はい、ということでこちらコーンのニューワンダー1のゴールドプレートですね。こちらをご紹介したいと思います。はい、今回はまたまたアトリエさんの南さんにですね、フルオーバーホールをお願いして仕上げてもらったものです。見ての通り金メッキ仕上げでございます。彫刻見てくださいね、ものすごくびっしり細かくですね、このように刻まれております。ゴールドプレート、まあインナーベルもそうですし、この艦隊 とサテン GP ですね、ツートーンのゴールドプレートになっております。コーンのニューワンダー1はですね、1915年から1925年ですね、まだビバップというスタイルの音楽は生まれてない頃の時代ですね。数多くのね、プレイヤーから支持されたメーカーの一つになります。アメリカンサックスといえばコーンみたいなね、名前が一番に上がる、そんな楽器ですね。一世を風靡したメーカーになります。私も何回か取り上げてますが、コーンにはね、大人気の M シリーズというものがありまして、6 M とか10 M とかそういったものがあるんですけれども、8スタンプと呼ばれる時期がありまして、それと主にどういったところが違うのかだけちょっと説明しようかなと思います。まあ同じところもあるんですけど、例えば同じところだとマイクロチューニングデバイスというね、これがありますね。数多くのその 6M の8スタンプはアンダースラングネックといって、下からこういう風に、まあ、柳沢の上位モデルとね同じようなアッパースタイルのネックのオクターブ機構がついてるんですが、これが上からになってます。ネックなんですがダブルソケットではありませんね。普通のシングルのソケットになりますね。トーンホール、こちらはですね、このようにロールドトーンホールといって、アンプの密着性がよく上がると言われているこうですね。おそらくトーンホールはこれはソルダードですね、お付けされたものです。感圧が均一になっていると。今回ね、南さんに仕上げてもらってますけど、タンポはまあメタルですね。大きく違うのがまずここの低音のトーンホールですね。これバタフライという機構になります。 6M になるとね、こっちにポンポンとついてるんですけれども、こういう風にね、左右に分かれていると、こういう風にね、謎のキーというかもうついてますね。はい、あとはまあ同じような感じでしょうかね。はい、テーブルキーはおなじみ、慣れるまで大変ですけど、慣れたらそうでもないというね。ここはちなみにドシャープ C、 C フラットとなってますので、こういう風にねスライドさせていくという感じですね。はい、いいですね。すごく豪華で、見てるだけでこうニヤニヤしてしまう、まあそんな感じの楽器ですね。吹いた感じ、やはりこう金メッキ特有の音というか、ソイルならば天ぷらみたいな感じ、衣がこうなんかついてる音にもね、なんかそういう何かをまとったようなね、音がするわけですよ。サテンの影響もあると思うんですが、少しこう抵抗感は、強めなんですが、その分強く吹き込んでもね、破綻しなくてですね、リッチな音、ゴールドプレートにしか出せない、うん、そういう音が出ますなんかね、曖昧なんですけども、はい、海外のね、レビューとかコメントとかそういうのを見るとですね、結構コーンは未だにね、使用されていて、価格も海外だとちょっとずつ上がってるような印象があります。イントネーションがすごくはっきり出るので、すごく重宝してるとかですね、音のムラがなくて上から下までものすごく均一に音が出るのがいいんだよとかですね、音が太いとか、そういう意見が、うん、たくさんあります。
ありますね。まあこれは別にコーンに限ったことではないんですけど、進化の過程でね、いいところまで削ぎ落とさなければいけなかったっていうのはね、かなりあると思うんですね。現代のあの楽器なんかはものすごく丈夫ですし、調整も崩れにくいし、操作性もものすごくいいですし、音程もバッチリとか、我々にとっては当たり前になってますが、やはりあのここまで来るにしてもですね、かなりいいところっていうのは削ぎ落としながら来てるわけですよ。この時代の楽器はね、吹いてみればもうわかると思うんですけども、木管楽器なんだな、サックスはっていう音がね、やはりしますよね。こういうものがね、好きだっていう人は、ぜひ、自分の道をね、貫いていっていただければいいなと思います。1924年ぐらいにできた楽器ですけれども、100年経ってね、まだこんなにね、綺麗な状態で残ってきてるわけですから、皆さん楽器を大事にしてですね、我々が死んだ後もですね、このように大事にされるというふうな文化をですね、作っていけたらいいなと思っております。ということで、今回は、コーンニューワンダーの1ですね。こちらのゴールドプレートを紹介しました。またね。